皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が数字の目標を安定的に達成したいと思った時に必ずやってほしい3つのことっていうテーマについてお伝えしたいと思います。今日は久しぶりにですね、ちょっと数字のお話をしようかなというふうに思ってます。この話をしようと思ったきっかけがですね、私のクライアントさんで、教室の先生でいらっしゃるんですけれども、その方、お付き合いしてもうそろそろ3年近くになるんですが、ここ1年半とか2年近くですね、彼女の月間の数字の目標達成率とか達成状況を見ていてですね、あまりこう 100% っていうのが、例えば100万円頑張りますって言ったら100万円っていうのが、単純にですよ、例えば 100% だとするじゃないですか。そうすると 120% 達成とかっていうと、100万円を目標にしたら120万円をやるっていう、そういう形になるので、パーセンテージっていうのが別に全てではないんですけれども、要は目標を達成するかしないかっていうところが非常に大きな、安定的に経営をやっていくっていう意味では一つの指標になるんですね。で、その方っていうのはたまに 95% とか100を割ることがあるんですけれども、ほぼほぼ110とか125、130近くで、こう毎月毎月を推移してきていた方で、これが2、3ヶ月とか、割と皆さんもねできるんですけれども、安定的に伸ばし続け、当然ね、から年間も達成できますよね。 120% とか 130% ベースでこれを安定的にやるっていうのは、なかなかこう私のクライアントさんのメンバーの中でも少ないので、できてる人はいるんです、いるんですけれども、年間で例えば 120% 達成できたとしてもですね、内訳がこの月は 200% だけど、この月は 80%、 この月は 150% だけど、この月は 65% とか、そういうデコボコが多い方もいらっしゃるんですね。達成すりゃいいじゃんっていう話はもちろんあるんですよ。あるんですけれども、本来はですね、やはりこう決めた目標はまずクリアする、それのさらに上乗せをしていくっていう癖が、毎月できるような動きを目標を立てながら数字を追いかけるっていうことができるようになると、 いろいろな意味で財務が安定するので、こういったものを今度チャレンジしてみようかなっていう投資ができたりとかですね、それこそ教室の先生だと割と皆さんおそらく憧れるであろう、この期間は教室を少し縮小して海外で学びに行く、勉強しに行く時間を取ろう、2週間とか1ヶ月とか、そういうことも予測値でやっていけるようになるので、数字をコントロールするっていう力量っていうのは、非常にこう長期にあたって安定的なものを作り込んでいくっていうことができますので、今日はですね、数字レベルの話じゃなくて、集客もできてないのにそんなことは聞いてるほどのことはないっていう方は、構わないんですけれども、できる時とできない時があるっていう、このデコボコが多い方はですね、ぜひ参考にしていただきたいなっていうお話で、私自身も心がけていることと共通することがあるので、それを今日コツとしてお伝えしていきたいというふうに思っています。はい、では結論をですね、先に言います。まずですね、必ずやってほしい3つのことっていうのの1つ目ですね、現状把握です。2つ目、目標を数字作成ですね。これ2つ目。3つ目、数字をよく見てチェックをして改善をする、以上という、当たり前じゃんっていうふうに思った方は、できてる方ですかね。あと、できてなかったとしても、それって別にコツでも何でもないじゃんって思う方は、もう一度ご自身に当てはめて考えてみていただけると、多分できてないから達成できてないっていうことだと思うので、そのやり方と考え方ですね、コツをちょっとお伝えしたいと思います。まず1つ目、現状把握なんですけれどもね、これがですね、全員とは言わないんですけれども、教室の先生、特に長年やってる先生とかですとですね、現状把握を嫌がる方が多いですね。多いっていうのはどういうことかっていうと、
赤字になってるような気がするのを予感で知っているから、領収書をまとめようとしないとか、それを一覧表に入れようとしないっていう癖がありますね。これは結構いろんな先生と話してて感じることです。特に長年なんとなく続けてこれていて、でも、収益が残ってない、でも、だんだんお客さん生徒さんが減ってきてるし、どうしようっていう課題を抱えている先生は、ほぼほぼこの一番の現状把握を意識的に避けてるケースが多いですね。はい、理由を聞くと怖いからって言います。怖いとは言いたいと思うんですけどね。要は分かってるんです、うっすらと。自分は、収益が残ってないっていうのを分かってるんだけれども、その現実を受け止めきれないんですよね。赤字経営をしてるってことはうっすら分かってるけど、それを数字で把握したくないっていう方が結構多いですね。まあ、趣味でやる分にはね、何ら問題ないんですけれども、何にいくらぐらいかかっていて、それは削ることができるものなのか、ないしは削れないのであれば売上の方を上げていくっていうことにしないとですね、まあ、結局売上高から経費を引いた残りが収益って、まあざっくりですよ、粗利っていうことになっていくので、この使いたいお金が当然増えてしまったらですね、まあ赤字にはなるのは当然で、その先生の傾向で多いのはですね、学びへの投資がすごい、稼いでる以上に学びに行ってますね。教室が、多分ご自身も学ぶのは全然私悪いとは言いません。ただいくら稼いでるかを分かっていないのに、学び、これはきっとこういうふうに役に立つに違いないっていう学びに投資しすぎると、当然回収バランスが悪くなりますので、そういう面ではうまくいかなくなるなりますよね。だから、本当にこうそれが回収の目処が立つための学び、それをやれば、例えばそうですね、20万円の資格を取ったら確実にもう習いたい人が、5人ぐらいいて、20万円のものを5人に教えるから100万円が見えるっていう20万円は取りに行ったらいいと思うんですけれども、なんか役に立つそうな気がする、やってみたいからっていう理由でやった場合には、本当にお金にしていく、マネタイズ化することもできる場合もあれば、ダメな場合もありますね。往々にして数字を把握するのを嫌がる先生は案外教室好きっていう、ここのなんか関連性もありますね。現実逃避をしているから学びの方に逃げてるのかもしれないんですけどね。学んでるとなんかやってる気がするじゃないですか。で、学ぶのは何度も言ってますが、悪いとは言ってないです。それを、経営として考える分にはお金化するのか、その学んだものは趣味っていう領域に分けるのかって、自分が把握してやってるかどうかっていうのがどの道大事なので、最低限領収書はまとめていって、何にいくらぐらいかかってるのか、これあと原価ですね。実際にその講座を作るために、例えばお料理ならお料理の原価、まあ、パンならパンの原価ってあるんですけど、材料毎月どれぐらい使ってるのかっていうのをやっぱり把握しないとダメですよね。その金額に見合うような形でのレッスン料っていうのは決めていかなくてはいけないです。だから例えば原材料が2000円かかってるのに、レッスン料が3000円とか言ったら確実に赤字になりますよね。その現実をまずは把握する、辛くても把握する、しないとですね、そもそも目標数字、いくら稼いだらいいのか、いくら稼ぐべきなのかとかっていうのが作ることができないので、現状把握を怖がる方は、自分が毎月もしかしたら使っちゃってるかもしれない習い事の金額も含めてですね、全部きっちり出すべきだと思います。まずはですね、要はいくら使ってるんだっていうことです。おおよそ分かってるはずなんですけどね、出ていってるお金があるわけですから。中にはものすごく原始的な、それこそ現金をそこに置いてあって、金庫の中に入れといて、でそこから買い物をするのは全部お金を取っていって、少し月末に残ってる風なので黒字になっているっていうことになってるタイプの人もいますけれども、正しいっちゃ正しいですけどね。でも本来は人件費っていうものがありますからね、ご自身のそこの金庫の中のお金に入ってきてない現金っていう部分で自分の人件費っていうのを抜いたら、まあ、そういう上の場合には確実に赤字ですよね、おそらく。はい、なので
どんな形式でもいいんですけれども、 Excel とか使える方は Excel でもいいし、そういう会計ソフトを使える方は会計ソフトでもよくて、私自身を言うとですね、お恥ずかしながら弥生会計とかを自分でトライしてみたことがあるんですけれども、弥生会計とかね、あんまり上手に使えなかったですね。Excel でまとめたものを税理士さんにお渡しして、税理士さんが入れ込んでくれて確定申告出してくれてます。なんかね、使いにくかったんですよね、仕分け上。どっかで覚えなきゃいけないのかもしれないですけど、イメージと分け方、仕分けのルールが分かってればエクセルでいいですよって私のね、税理士さんが言ってくれたんでそうしてますけど、要は把握するっていうことです。どんな方法でもいいから、でそれをまず一番最初にやってほしいこと、これがその1です。その2、目標数字を作成する。やってますよねそれ普通にって思うかもしれませんけど、やってる方からするとですね、これ私いろんなとこでセミナーしたりとかアンケート取ってるんですけれどもね、衝撃的にですね、案外やってないです。そうだな、肌感覚として、目標数字をちゃんと作って達成できるように計算しながら動いている人、集客活動を決めている人っていうのを手を挙げてもらった時にですね、1割以下ですね、私の肌感覚だと。これね、結構衝撃ですよ。会社員から転業して教室の方の先生、まあ、今コンサルやってますけれども、でも、まあ、ある意味でも言われてみるとそうかもしれないと思ったんですよ。なぜならば教室の先生っていうのは割とこう、例えば主婦の方からの転業とかも多かったりとか、会社員だったとしても事務職からの転業って方が結構多かったりすると、営業ないしは数字を追いかけるっていう作業をですね、日常でやっていない。家計簿はつける方はいらっしゃいますよ、もちろん。だけど家計簿っていうのは決められた、この入ってくる、確実に入ってくるというか、まあ、それが旦那さんのお給料なのか自分のパート代なのかは知らないですけど、合算して入ってくる中をどうやりくりして使っていくかっていうのが家計簿になるので、この金額が欲しいから稼ぎに行くために何をするかっていう、こうアグレッシブな積極的な数字を作るための数字を作るっていう作業は日常生活では基本ないんだなっていうのをアンケートを取って分かりました。だから作らないんですよ皆さん。作らないけど集客を頑張ろうとします。まあどっちから考えるのっていう話があれなんですけど、天井を決めない方がのびのびとできて伸ばしていけるからっていう、ちょっと天才肌の方とかはなりで任せてやってもいいですけれども、通常はですね、年間例えば600万稼ぎたいとかっていうのがあったとするじゃないですか。それ売上高でですよ、600万稼ぎたいっていうと月50万なんですよ。でそうするとその50万っていうのが1月も2月も3月も4月もずっと50万っていうことは基本ありえないんですよね。伸ばせるような月と伸ばせない月っていうのがいろいろこう商売の波っていうのがあって、結果600万になっていくんですけれども、大概お料理お菓子、まあ、一般的なもしかしたら会社っていうか、授業もそうなのかもしれないですけど、やっぱニッパチはこう落ちる、売り上げが落ちるって言われてますね。だから28に売り上げが落ちないように施策を考えていけば、もちろん落ちないようにすることはできるんですけれども、お料理業界もまあ大体そうですね。お料理とかパンとか教室系の業界、大体その夏休みとかお休みとかそういうものがあると、そのなだらかなこのなんていうんですかね、カーブが描かれていくので、そのカーブに沿った形の目標数字でないと合っていかないんですよね。だから例えば50万って決めたとしても、50万がずっと50万のまま12ヶ月っていう目標数字ありえないです。やっぱり夏は下がりますよね。例えば夏50の人は夏20とか30になるかもしれないんですよ。だけれども後半ですね、ハロウィンとか、そうだな、クリスマスとか、ちょっと特殊なイベントとかに絡んでくると、大体そこにまた単発レッスンで来たい人とかが増えるので、まあ、通常こういう感じの波ですね。
1月2月スタートダッシュで4月で新規募集が入って、夏になるとちょっと下がって、また9月の新規募集で増えて年末に向かって上がっていく、だいたいこういう流れを作るケースが多いんですね。そうするとその流れにおいて数字を組み込まないといけないので、20、30とか50で、ここは下がって30、40でまた60、70とかっていう、この凸凹があって、当然、まあ、今すごい10万単位でゴツゴツ言ってますけどね。で大体こういう流れかなって思って、でそれに必要な集客量になりますので、レッスンなんか例えば1万円の方なのか5000円の方なのかで2倍の集客数が変わってきますよね。でその、人数を欲しいと思ったら、その月にその人数金額が欲しいと思ったら、それをいつまでに準備しなくちゃいけないのか、いつ集客しなきゃいけないのかっていう、今度行動計画とかが見えてきますよね。なので例えば秋にものすごくこう力をかけるぞって言って、例えば普段が50なんでそこで100頑張るっていうふうにやったら2倍、ということは2倍の集客度、ないしは単価が高い講座を持っていない限りはそこって達成できないですよね。そうするとその準備っていうのは、じゃあ夏にやるべきなのかとか、いつやるべきなのかっていう、その目標数字があると動きとかが見えてくるので、だいたい私がクライアントさんに言ってるのが、2、3ヶ月先の数字を読んでください、ないしはまあできれば半年、できれば7ヶ月8ヶ月先の数字を読み込んだ現在の動きができると、その月になった時には消化試合になってるので、昔にやった自分の努力がそこに現れてるっていうだけなので、その月の1ヶ月の中で頑張って、付け焼き刃的に一生懸命集客するってことをしなくてもいいようなサイクルを作っていくことができるので、目標数字を月間で作っていくっていうのはとてもとても大事なことで、これをやってない方が多いですね。やってないとどういうことになるかっていうと、集客の人数だけ追いかけます。何人っていう明確な目標に合わせて集客をするのではなくて、要は多い人数、とにかく多い人数入れたいみたいな、この講座は6人、満席だから6人埋めたいとか、この講座は3人が満席だから3人埋めたい、で講座を4個立てちゃったから12人埋めたいとか、そんな感じです。先に数字のそのコースの人数ありきで、じゃあそれによってどれぐらいの集客効果と売り上げを狙うからそうするとかっていうじゃなくてですね、とにかく人数欲しいっていう、そういう組み方をされる方が非常に多いなという感覚ですね。そうすると結局本来であれば、その人数が集まるんだったらっていう、まあ過去の蓄積とか貯金的なものもそうなんですけど、それができてると広告費を打つ予算とかも考えることができるんですよね。ここで儲かってるから広告費じゃあ5万10万入れとこうかって言って、募集をかけることができると、さらにそこが儲かっていくっていうやり方を作っていくことができるので、まずその目標数字っていうのを作成してない人が異常に多くてですね、それもちょっと驚いたところだったんで、ぜひですね、集客の量を測るためにも目標売上金額っていうのを把握してほしいなっていうのが2点目になります。で3点目です。数字をよく見て、チェックして改善するっていう、これもまた結構当たり前の話なんですけど、目標1年間の目標を作るんですけど、毎月チェックしない人もいるんですよね、作っただけだから作っただけでそれは目標達成するなら楽でいいんですけど、多分ですね、毎月のチェックと少なくとも4クォーター春夏秋冬、この4つの季節の3ヶ月ごとで修正を見ていくっていうのはやはりしなくちゃいけなくて、後になればなるほど取り戻しが難しいんですよ。3ヶ月連続赤字になった後、残りの9ヶ月でそれを取り戻すって結構大変なので、せめて1ヶ月の赤字だったら翌月どうにか取り戻すことができる可能性がある動きをすることができるんですね。でこれもだから、どれぐらいの収穫量が必要かっていうのを把握してるから足りない数字を見ることができるっていうことなので、ただ見るだけじゃダメですよ数字見ましたとかで、ね、チェックするんです。だからアナライズ分析して、でさらにそれを改善するためには何の手を打つかって、ここまで考えて初めて数字を見るっていうことになるので、
冗談抜きで本当に数字を見てるだけっていうのは勘弁してください。見ましたとか言っててね、少ないです、足りないです、でどうするんですかっていう話になるので、そもそも作った数字に対して経費を入れ込んだ毎月の分の、収支表ないしは目標計画達成表を作ってない方っていうのは、それも当然チェックはできないことになります。だから現状把握、目標数字策定、それを実際の数字を入れてチェックする、とてもとてもシンプルな作業なんですけど、これが案外できてない人が多い。できてないと当たり前ですけど利益残らないケースが多いんですよ。なりでやってて何人欲しいっていう目標値も少なく、ただやってるだけ、なんかでも集客頑張る集客頑張るみたいな、数値化していくと全てが把握できるようになって、足りない作業をどれぐらい足りるようにするかっていうのができるようになります。例えば先月10万足んなかったら今月に10万上乗せになってくるんですよ、目標が。そうすると10万分をじゃあどう足らせるために何人必要なのか、じゃあイベントレッスン組みますかとか、単価上げた講座を作りますかとか、いろんな方法ありますよ。来てくれてた人リピートを高くしてもらう、いつもは1回しか来ない人この月だけはなんとか2回来てもらうようにしようとか、具体的な数字が分かればそれに対して、適切なアイディアとか適切な方法を考えることができます。だから私よくクライアントさんの出してくれる人とはその話ができるのでお話をするんですが、例えばまあね、大体 2,3 ヶ月の話を先の話を本当はしたいんですけど、今月のっていう話をするときに月初によく打ち合わせをする方とかいらっしゃるんですけど、今月今数字見えてるのはいくらまでっていうのが見えていたときに10万足りないよねって言ってどうするとかっていう話をすると、これをやるこれをやるこれをやるとかパッと出る人はまだいいです。で一番早くて確率が高そうなのはどれって言ってこれですって言うと、じゃあそれを明日から3日間集中的に集客かけてみてくださいとかっていう話をすることができると、そこに馬力がかかると、それで埋まっていったり収益化していくこともできる場合があるので、チェックをしないことには動き、今ちょっと負荷かけて頑張んなきゃいけない動きっていうのを、作ることができないんですよね。だからこの3つ目がやれてない方も、目標は作るんだけれどもこの3つ目やらないと最終的には達成がねすごい難しいんですよ。で毎月きちんと達成してれば年間は当たり前だけ達成するんですよ。だから足りなさそうと思った時にどこまで踏ん張れてどういうアイデアを出してそれ修正していくかっていう、これができる人とできない人では多分2年3年4年5年経った時にもう全然売上高とか内容とかが全然変わってくるなというふうに感じているんです。でたまたまなんですけどね、今日そのずっとちゃんと目標数字を達成しているクライアントさんとお話ししてて分かったのが、なんで達成できるのかっていうコツですね。多分ね皆さんもね知りたいと思うんでお伝えするんですけど、コツはですね数字のチェックが好きなことです。チェックが好きなんですよ。だからちゃんと入ったこれってこう数字つけてその金額入れ込んで、あこれが来るとここが楽になるとか、そういうのをもう一つ一つ、毎日に近い状態なのかな、チェックしてるんですね。そうするとやっぱ当然ですけど足りない部分は足りないし、足りる部分は足りるっていうのが見えてくるので、具体的な動きとか新しくこれをしようかなしないかなっていうのも思いつくことができるようになるので、数字と仲良くなる、数字が好きになるっていうのが実は早道かもしれません。苦手な人が多いだけにお伝えしたい。苦手な人が多いということはですね、それをちゃんと理解して把握する先生は、そうじゃない方よりも早く
安定するし、早く売り上げとかも上げることができるので、あの業界特質としてやらない人が多い業界でやるっていうのは非常にインパクトが強いことです。これは集客上の話とかでも、動画皆さんがやらないから動画をやった方がいいですよって言ってる話と一緒です。数字が苦手で数字を計算する人が少ない業界だから、きっちり計算して、ちゃんと数字をベースに集客計画組んだりとか売上計画組む人はやっぱうまくいく可能性が高いっていう、ただまあそれだけのことです。業界変わるとそんなの当たり当たり前になっちゃってる業界とかだと、まあ、そんなのが当たり前っていう前提でスタートしちゃいますけど、まだまだですね、教室業界はそれがアナログになっちゃってるところが多いので、トライするなら今じゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひこのお話を聞いた機会に数字の把握、目標作成、そしてそれを追いかけるっていう、このシンプルな3つの行動をやっていただけるといいかなというふうに思いますので、ご参考にしてください。それでは。